いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はねこちらのホース、左から2番目のねホースなんですが、はい、こちらでねどうしてもね水漏れが発生してしまうんで、こちらのねホース自体をもう交換していこうかなと思います。はい、まずねこの土のところにね置かないで、はい、こうねよいしょということで、はい、ねコンクリートのね平板の上に置きます。はい、でここじゃないですよ、これですよ、ここの部分から水が漏るんで、はい、まずね通水してちょっとね状況だけ確認していきましょう。はい、ではねこれ今止まってます。じゃあオンにしますよ、いきます。はい、これはいね、もうね、この間まではねちょろちょろって感じだったんですけど、もうこんな感じでねもう水漏るような、今ねはい止めます。はいね、はい、すごい音してますね。はい、でこちらからもねちょっとね水が漏るような状況になってましたんで、はい、これねもうホース自体がね悪いということでね、やっぱりねこの表面のね摩擦がちょっとなくなるとやっぱりねはいダメなのかもしれません。はい、まずこれ外しましょう。よいしょ。はいね、でこれをねそのパーツをね普通は使うんですが、今回はね使いませんね、新しいやつで、新しいとは言いながらねこれも新しいんですが、はいね、あとこれもね1回ね使ってるんですけど、高圧洗浄機でね綺麗にね泥あれついてますね、ちょっと汚れてますけども綺麗にね洗ったつもりなんですが、はい、これをねつけていきます。でホースはねこれお客様からねちょっと頂戴したやつでね、ちょっとこの場面でね使いたくはなかったんですが、はい、よいしょね、たまたまねちょっとね今日コメリさんに行った時に緑のねホースしかなかったんで、はい、ね、ちょっと今落ちそうで心配なんですけど、こちら今緑のホース配置してるんで、まあどうせならちょっと違う色ねこれ頂戴したやつね使うといいのかなということでね、たまたま長さがねちょうどいい感じかなっていうところで、はいね、ではねこれ接続していきましょう。これ15ミリのねタイプ、ちょっとねこれ斜めってますんでね少しまっすぐしましょう。よいしょ、よしね、まっすぐ。はい、そしてまずこれをリングを入れてから通します。はいね、ちょっとね15ミリのタイプだとこれね引っかかりやすいんで、少しね広げながら、よいしょね、よしね、ちゃんと入れていきましょうね。ここ優しくいかないと爪がね折れちゃう場合がありますんで、はい、ちょっとねゴミ、泥がねついてないのを確認しましょう。はい、よしここ最後ね思いっきり力入れましょう。はいね、ちょっとあんまり力がないんで最後、よし、いいですね。はい、ではここのねこれジョイントはねこれいらないです、今回ね外しましょう。はい、でこちらをね外します。はいね、水止まってますね、オフ、よいしょ。はい、ちょっとね今投げてしまったのが、投げるというかねこれこんな感じでちょっとね土ついてしまいましたね。これはねあまりよろしくないんで、一度ねこれで洗いましょう。はいね、接続する部分は泥があるとダメです。はい、ではこの状況でね、はい、ね引っ張ってあげながら、はい、はい、まずね接続しましょう。はい、カチャッとね音がしました。今ねこの状態で水出したらここからね水出てきますんで、はい、でよりをね確認しながら、これせっかくねこのステンレスのリールにつけてあげたんですが、ね、まあせっかくなんでね、いつ使うか分かりませんからね。はい、どうでしょう、長さ、ね、そこまでなんでね、はい、なんとか足りそうですね。はい、ここまでね、実際なくてもいいんですが、はい、ね、もうちょっとね、まあたまたまね、これだけあったんで、はい、どうでしょう。ね、これどこで切ったらねいいのかなって、もう
思いますよね。はい、よいしょ。これね、今度からね、管理するのがすごく楽かなと思いますが、通常であればね、ここでいいんですが、これね、まあここでもね、ちょっとトグロをね巻いていた状態であるんで、まあ本来ならばこのぐらいでも全然 OK かなと。まあ最高ね、飛ばしたとしてもここまでなんでね、ということになると、まあまあそれでもこの辺まで洗いたい時はやっぱりあるかなと思いますんで、同じぐらいのね長さにしちゃいましょうか。はい、てな感じで、まずねハサミでもいいと思います。ただね、カッター、あとね、これこちら部品ね、新しいやつもう用意しちゃいましょう。こちらね、ライフレックスさんホースコネクタね、コーナンさんのね品物になります。はい、これね、なんでこういうパーツ作ってたのかちょっとわかりませんけどもね、なんか使おうと思ってたんでしょう。はいね、これゴミ飛ばないように。はい、そしてまずね、あちらに行って、はいね、今までね結局水が漏るんで止めてたんで、ここでね、まあ二刀流のね、まあ散水ノズル使うっていうのがちょっとできませんでしたので、はい、ではね、まあこの辺まで行くんでね、まあ、ここまでちょっと行くのはね必要もないので、そうですね、まあ、この辺まで洗えればいいんで、ここで切っちゃいましょうか。はい、行きます。よいしょね。はい、でこれもね、どうしてここね、ジョイント、はい、ね、ができてしまってたのかということなんですが、ここでね、七輪を用意して炭火でね、ホッケをね焼いていたんですが、その時のね炭がね、はい、ホースにねちょっと、まあ飛んできちゃって、そしてね、まあ焼けちゃったと、で穴が開いてしまったということでね、実はね、そういうことでここはちょっとジョイントができてしまったよと。よいしょ、よし、はい、ということでね、ちょっと力いっぱい最後もう一回ね、心配な人はねプライヤーとかペンチとか使われるといいと思います。はい、で散水ノズルね、こちらね、散水ノズルがねどっかに今置きましたが、はい、ここですね、ありますね。はいね、これで水ね漏ること絶対ないと思いますんで、やってみましょう。いきます。はいね、水の流れが、はい、わかりますね。はい、ここ今すごい圧きてます。いきます。はいね、いう感じでこれね、こういう風にして、今までねちょっとこれが水漏れしていたんでね、使えなかった、洗えなかった状態ね、こちらにもねホースありますけども、はい、いうことでね、ね、ここまで、ちょっとこれカッターナイフ危ないですね。はいね、ここまでとりあえずね洗えれば OK だなっていうところでね、あとこちら方面にはね、こちらにホースね配置してますんで、はい、まずねこの辺のねちょっと、はい、が洗えれば OK かなというところですね。はい、であとはね、こことりあえずちょっとね長いいい感じはするんで、ここでトグロをね巻いておきましょうというところでね、はい、もっぱらね、ここ、こういう風にしてね、靴の裏をね、見えますでしょうかね。
炭でね穴開けてしまいましたということです。はい、いうことでね、汚いホースはね洗っておきましょう、ね。まあ、処分するものでもね泥はやっぱりね手汚れますんでしっかり洗っておくといいと思います。はい、まあね、まあ畑のね散水じゃない場面ではねちょっと使える可能性もあるんで、はいね、ちょっとね取っておくという可能のもいいのかなと思います。はい、これねいろいろね向きを変えながら、向きを変えるとね今度ねやっぱり洗ってない部分がねいっぱいありますんで、はい、もう一回行きましょう。洗うときは縛ってから洗うっていうのも一番効率的かなと思いますね。まあ手汚すの一回だけで済みますからね。あとね、これジョイントの部分とかこのねコネクタの部分、これもね、はい、火がついてますから、はい、またねこのコネクタは釣り荒れしなければ使えると思いますんで、もう一回確認してみましょう、ね、こんな感じでね、まあはい、はい、いうことでねここまた外して最後ねちょっと縛っていこうと思います。この緑の部分はね緑の部分でちょっと短いバージョンで、いろいろね使い道考えていきたいと思います。はい、てなわけでホースのね交換以上、ご視聴ありがとうございました。